森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストで人物フォトグラファーの真岡そらさんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。起業家の方、経営者の方を主に撮影させていただいております。人物専門写真家の真岡そらと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日もいろいろ伺っていきたいと思います。本日のテーマは、発達障害 ×IT× 写真です。本日の質問は、発達障害です。カメラマンとして起業するときに反対されませんでしたか？ 30 代男性会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。やっぱりね、あんまり、こう、周りの人たちから、あ、やりないと、みたいな感じの、あんまりなかったんですよね。なんかこう、やっぱりカメラマンっていうと、芸能人とか撮らないと食っていけない仕事、みたいな感じ。あとは、有名にならないと、今またライバルがいっぱいいるし、なんか携帯でも上手に撮れる人増えたからとか、そういうようなこと、なんかわけのわかんないこと言われて、食っていけないよとか結構言われました。なんですけれども、私はそこで全然迷いはなかったんですよね。全然その、なんていうの、機能が発達している携帯があるからって、別に関係ないなっていう。そうなので撮れるようになったらね、なおさらいいなとは思うんですけど、人物を撮るって機械は関係ないんですよね。だからどれだけその人の応援ができるかとか、それに合わせた写真を撮っていくっていうのは、やっぱりこう、あれだけできることじゃないので。なのでね、私は全然不安がなかったんですよね。で、今実際にカメラマンとして本業でね、もちろん副業とかも何もせず、それでもう全然普通に以前よりも何倍もの収入が来てますし、本当に独立してよかったなっていうふうに今思いますね。だから自分の信じた道を無理と見極めて歩いていけば絶対に大丈夫だなって私は思いますね。なので頑張ってくださいっていうふうにエールを送りたいと思います。はい、森山さん、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、ここに関してはちょっとだけ、掘り下げてお伺いしたいんですが、まあ、実際にそのカメラマンを目指して起業されるにあたって、なんか恐怖的なところとか、うまくいくかなみたいな危機感というか、なんかそういったことはなかったんですか？そうですね。それはね、ありましたよ。毎月毎月収入が確定しているものじゃないのでね。だから、先々を最初のうちはちょっと心配したりもしてました。でも、やっぱりやりたいって気持ちの方が強くて、私絶対うまくいくって気持ちがすっごい強かったから、なんか不安よりもそっちの方が強かったかなっていう感じがしますね。はい、ありがとうございます。本日は発達障害です。カメラマンとして起業するときに反対されませんでしたか？30代男性会社員からの質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.